在、日本が開発している F2 戦闘機の後継機となる予定の第6世代戦闘機次期戦闘機だけど、この次期戦闘機で運用する予定の無人戦闘機も同時に開発が進んでいるよ。無人戦闘機ってかっこいいよね。近代的で、すごくそそられるよ。無人戦闘機は、簿記に随伴し、AI による自律飛行が可能であるとされているからな。しかしながら、それでも無人機に対して指示を出す必要はあるため、現状では次期戦闘機は、無人機操作のために複座式となるのか、すべてを高度に自動化して短座化するのかまでは決まってはいないみたいだぜ。そうだね。さて今回は、そんな次期戦闘機用無人機を開発中であることについて、解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。次世代の第6世代戦闘機は、西側先進国を中心に世界各国で開発が進んでいるんだけど、現在のところの第6世代戦闘機のコンセプトの一つとしては、簿記となる戦闘機に無人機が随伴し、簿記は無人機と共同で戦闘行動を行うことにより、より作戦の幅を広げつつ、簿記の生存性を向上させようとしているんだ。日本でも次期戦闘機として第6世代戦闘機の開発が2021年より本格的に開始されているけど、3代目の国産戦闘機として F3 とも呼ばれており、無人機についても2021年に実証機の開発関係費の予算が計上されているよ。フルスケールでの開発が進められることになり、次期戦闘機と同様、2035年頃に配備される予定となっているよ。現在は、自衛隊の作戦及び任務の遂行に応じたミッションシステムや、インテグレーション技術の研究開発及び各種武器を統合する、火器管制システムなどの研究開発を進めている状況らしい。また、現在開発中の無人機は、前述のミッションシステムやインテグレーションとの、緊密な連携とそれに対応した自律飛行制御技術の開発が求められており、簿記のパイロットが移行制御せずとも自律飛行を行い、所定の任務遂行が可能なレベルの無人機開発を行っているようだな。将来的には、敵対勢力の人間を無人機が、自動的に攻撃するような戦場になっていきそうだね。そうだね。そして、現在無人機に求められているものは、簿記のパイロットの生存性を高める高度な自律飛行及び作戦遂行能力、有人機では不可能な高機動性、人間の搭乗が不要であるため、機体内部容積を兵器及び燃料に割り当てることによる、兵器搭載量及び燃料搭載量の増大と機体凹凸の削減によるステルス性の向上だよ。コストパフォーマンスについても、有人機に比べて、パイロットの搭乗スペースや操縦機器を削減できるんだ。そして、最悪撃墜されてもパイロットの損耗を防ぐことができるので、兵装を使い果たした場合でも機体を敵機や敵艦船に特攻させて攻撃することすらできるってわけ。もちろん、無人機といえども非常に高価な装備だから、簡単に使い捨てることはできないけど、パイロットという非常に貴重な人材を無意に損耗しなくてよくなるというのは、非常にコストパフォーマンスが良いと言えるよね。防衛省は、無人機に関して以前より強い関心を示しており、実は1995年より無人機の基礎技術の研究を開始しているんだ。そして、2004年には本格的な無人機の開発費用として3億円の予算を計上し、最終的には開発経費103億円で4機を生産。2009年より航空自衛隊にて国産無人機の配備を行っているみたい。この無人機は、搭載簿記の F15 から空中にて射出され、あらかじめ決められたルートを偵察飛行し、自動で定められた基地に着陸するというものとなっているよ。そのため、攻撃任務に使用することはできず、米軍のグローバルホークに代表される無人機に用に地上基地から遠隔操縦できるわけでも、長時間の飛行が可能なわけでもないんだけど、戦闘機から無人機を射出して運用するというコンセプトは、現在開発中の無人機につながるところもあるとのことだよ。航空自衛隊では、米軍より導入したグローバルホークと同様に、遠隔操作できる無人機の研究も進められており、無人機開発の先進国である米軍ではグローバルホークが、有名な無人機として挙げられるんだけど、この他にも現在米軍にて開発が進められている、XQ-58A バルキリーと呼ばれる機体があるんだ。このバルキリーという無人機を開発した企業は、米国の軍需産業の中ではほぼ無名と言っても良い企業であり、その名をクラスト社というよ。バルキリーは、機体に搭載された AI によって、亜音速飛行による長距離自律飛行が可能となっているんだって。この機体は、2019年3月に初飛行しており、2021年3月には試験飛行も6回に達し、6回目の試験飛行では、バルキリーに内蔵したウェポンベイより、小型ドローンを射出する実験にも成功しているんだ。
これにより、無人機で無人機を運用することが可能であることが実証されたことになり、無人機の可能性をさらに大きく広げるものとなったぜ。ヴァルキリーに搭載されていた小型ドローンは、アルテウス600と呼ばれており、米空軍研究所が現在提唱している低コスト消耗型航空機技術の一環として開発が進められたもので、高度な電子戦及び電波情報の傍受などの任務を遂行することができる機体となっているみたい。そして、米空軍では2019年よりスカイボーグ計画と呼ばれる、自律型無人システムの実戦配備を目指すプロジェクトを進めており、これにより、組織化した無人航空機群を運用することにより、紛争地域への迅速な展開及び敵戦力への効果的な攻撃と進行阻止を、比較的低コストに行うことが可能になるとしているんだ。一方、日本における無人機開発については、防衛省は偵察機や戦闘機等の広範な機種による、無人機の運用を想定しており、最新のデジタルモックアップ技術を活用して、さらなる研究スピードの向上が図られているようだぜ。そのような中で、今回の次期戦闘機とともに運用する予定の無人機については、これまでの日本の無人機研究開発の成果の一つであるとも言われているな。防衛装備庁旧技術研究本部では、2016年8月に将来の無人機に関する研究ビジョンを公表しており、その内容としては航空無人機の研究開発を中心としていたんだけど、2019年以降からは第3分類無人技術検証と呼ばれるフェーズに移行しており、遠距離見通し外運用型の無人機技術の検証を行っているところとなっているようだね。この後、第4分類無人技術検証にて、戦闘型無人機の研究開発も進められていて、これでは、第3分類無人技術検証にて行っている検証のほか、近距離見通し内運用型、特殊飛行型及び携帯型、ドローンなども候補とされているんだ。現在、これらの研究を基礎としつつ、現状に即して適時研究内容に柔軟性を持たせつつ、無人機の研究開発が進行しているってわけ。また、単にドローンと呼ばれるものでも、用途によって様々な大きさや型式があるぜ。日本が開発しているのは、どんな無人機なの？防衛省で現在開発が進められている次期戦闘機と連携運用する無人機の種類は、近距離見通し外での運用型でありかつ、携帯型無人機とでも言うべきものであるように思われるんだ。これらの無人機開発及び運用思想は、現在の世界の潮流でもあるんだけど、日本においては F-15 イーグル戦闘機の最近代化改修計画が予定通り進んでいない現状では、第6世代戦闘機の開発及び無人機開発に注力していくのは、日本の防衛力整備においては当然の対応であると思われるね。世界各国においても無人機開発に力を入れており、米国においては、2021年2月に米国防高等研究計画局から、ロングショット開発計画と呼ばれる無人機開発計画を発表しているよ。そして、米国内3社に対し、空対空ミサイルによる敵機の迎撃を可能とする、ドローンの設計プランの提出を求めており、このドローンは、母機となる有人機を護衛し、有人機パイロットの生存性確保につながるものとされているんだ。2022年現在、世界はロシアによるウクライナ侵攻によって軍事的な緊張感が大きく高まっているよね。そのような中、米ロは第6世代だけではなく、第5世代や第 4.5 世代戦闘機への無人機運用能力の付与、検討していると専門家の間で囁かれているってわけ。このような米ロの動きに対して、日本は防衛予算の制約もあり、研究開発が遅れていると言わざるを得ない状況ではあるんだけど、今後、航空戦力の無人化は避けては通れない重要な案件であると言わざるを得ないんだ。日本に大きな軍事的圧力を加えている中国は第6世代戦闘機の開発よりも、無人戦闘機の研究開発に力を入れていると言われており、ロシアのウクライナ侵略において、ウクライナ側は無人機によって、ロシア軍部隊に効果的な打撃を与えているとメディアを通して報じられているからね。現在の無人機開発の進捗状況によっては、将来の日本の防空体制、航空優勢の確保に甚大な影響を及ぼすことはほぼ間違いないよな。日本は現在、限られた防衛予算を様々な研究開発に分散して投資しているけど、無人機開発という今後の日本の防衛環境に大きく影響する分野に関しては、分散した防衛予算の選択と集中を行い、現在よりも無人機への研究開発予算を大幅に増額する必要があるのではないかな。さらには、今回のウクライナ侵略戦争を見たドイツは国防予算を大幅に増額し、自国の防衛能力の増強に努める方向に大きく舵を切っているしな。日本も中国という、ロシア以上の軍事大国からの軍事的圧力を受けている状況だから、
防衛予算の拡充も速やかに検討すべきだと思うな。その通りだね。日本はいつまでも平和ボケと呼ばれる状況で安穏と過ごすのではなく、自国は自国でも守れるよう努力すべき時に来ているってわけ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。2022年になって、対中国への牽制の意味もあるのか、海上自衛隊とアメリカ海軍が様々な共同訓練を実施しているよね。その中でも特に注目を集めたのが対戦線を想定したヘリコプター共同訓練なんだよね。SH-60K と MH-60R がタッグを組み、日本とアメリカの連携を確認して、さながら実戦想定の訓練を行ったと言われているやつだな。一部の情報では、実際に魚雷を使用した訓練を行ったとも言われている今回の訓練、今後の日本の防衛にどのように活かされるか期待しているところだよ。さて今回は、海上自衛隊とアメリカ海軍対戦線共同訓練の模様を詳しく紹介していくよ。それじゃあ行ってみよう。海上自衛隊によると、今回の共同訓練については2022年3月11日のプレスリリースで、その内容の一部が明らかにされているよ。その内容によると、2022年3月8日と10日に相模湾にて、アメリカ海軍との初めての共同対戦水艦 ASW 訓練を実施したことを明らかにし、その目的として日米安保条約に基づく相互協力の基礎を確認することと、抑止力及び対処能力を強化するものとして、海上自衛隊とアメリカ海軍との相互運用性の向上を図ることとされているんだ。訓練には、海上自衛隊厚木航空基地に所属する実験航空部隊である第51航空隊、第513飛行隊の SH-60K 哨戒ヘリコプターが参加し、アメリカ海軍も厚木海軍航空基地に所属する第77ヘリコプター海洋打撃飛行隊と、第51ヘリコプター海洋打撃飛行隊の MH-60R シーホーク対戦哨戒ヘリコプターが参加したみたい。訓練の内容で注目すべきは、アメリカ海軍の MH-60R シーホークに、海上自衛隊が運用する魚雷を搭載して海面に投下するというもので、ヘリコプターから海面に落とされた訓練用魚雷は海上自衛隊横須賀基地に所属する、輸送艦2号が回収するというルーティンで行われたんだ。相模湾で訓練が行われたのはもちろん初めてで、アメリカ海軍太平洋艦隊では対戦哨戒ヘリコプターによる魚雷投下訓練は、アメリカ本土西海岸のサンディエゴ基地周辺で実施されているため、国外でも初めての実施となったし、ましてや海上自衛隊と共同訓練を行ったのも、今回初めてであったことから、初めて尽くしの訓練となったよ。そして、公表されている訓練目的をもう一度確認してみると、海上自衛隊とアメリカ海軍の対戦哨戒ヘリコプターを用いての共同 ASW 訓練とされているよ。実際に訓練の風景を目撃した関係者によると、海上自衛隊の SH-60K 哨戒ヘリコプターは航空支援を担当していて、訓練用の12式単魚雷と思われる魚雷を投下したのは、アメリカ海軍 HSM-77 の MH-60R であることから、MH-60R での12式単魚雷の運用試験も行ったのではないかと思われるね。さらに、アメリカ海軍と海上自衛隊の武器弾薬の共通運用を確認する意味もあったと思われるんだ。アメリカ海軍と海上自衛隊が、武器弾薬を共通運用するとき、それは有事があったときにしかありえないぜ。アメリカがウクライナに弾薬を送るからお前の持ち分よこせ、とは言えないだろうし、日本はそれに応じる義務はないからね。でも、尖閣諸島に中国が侵攻してきたとき、これは日米安保条約の中で、日本とアメリカは共同で日本領土の防衛を行うことになり、武器弾薬も融通しながら侵略者に向かって対抗することになるな。まあ、尖閣諸島を日米安保条約の対象地域に含むかという部分は、アメリカも玉虫色の話しかしていないので不安要素は残るが、いずれにせよ、アメリカと日本は共同作戦を行うことがあり、そのためには様々な運用面の連携を高めておくことが欠かせないというわけだな。そもそも、日本とアメリカの兵器や武器弾薬は、日米安保条約を考慮して共用運用ができるように考慮されているよ。今回の共同訓練を行った海上自衛隊の SH-60K とアメリカ海軍の MH-60R は、どちらもアメリカのシコルスキーエアクラフト社製の SH-60C ホークを原型として開発されたもので、さらにその原型をたどれば同じシコルスキーエアクラフト社の汎用ヘリコプター UH-60 ブラックホークとなっているよ。この UH-60 ブラックホークはアメリカ陸軍が1979年に導入した多目的ヘリコプターだけど、様々な任務に対応できる汎用力を持っており、
そのこともあって派生型が数多く開発されているんだ。実際、アメリカ海軍や日本の自衛隊だけでなく、オーストラリア、台湾、コロンビア、メキシコ、イスラエル、トルコ、アラブ首長国連邦などで導入、運用されている実績はあるよ。それだけ、性能に優れたヘリコプターであることは事実で、おまけに今回の共同訓練で魚雷投下もできることが分かった時点で、さらに能力を誇示することができたとの見方もあるね。そして、海上自衛隊の SH-60K は、シコルスキーエアクラフト社の SH-60B に防衛省技術研究本部が開発したシステムを搭載し、三菱重工業社がライセンス生産した SH-60J をもとに、再設計された哨戒ヘリコプターとして運用されているんだ。今回のリブランド機は、2005年8月10日から運用されているもので、近代改装が行われていることから、まさに最新鋭のヘリコプターとして仕上がっているよ。基本的な外形は、SH-60J を踏襲しているんだけど、SH-60J はキャビンの天井が低いため作戦用機材を搭載した場合に、作業がしづらくなるという欠点が現場から寄せられていたこともあり、それを解消するためにキャビンを前方に 33cm 延長、天井高を 15cm 高くしたほか、胴体右側の扉の開口部を拡大することで、捜索救難や輸送の際の作業がしやすくなり、さらに用途が増えたってわけ。そして、注目すべきは対戦能力の向上でもあるんだ。リブランド機になり、対戦関連のセンサー類が一新されたんだけど、その際に逆合成開口レーダー ISAR 機能を導入した HPS-105B や、吊り下げ式ソナーとして開傘天井機構を導入して、低周波化した HQS-104 を正式採用するとともに、射出投下したその部位の音響信号を解析する機能も強化されているみたい。また、磁気探知機 MAD として最新技術が惜しげもなく投入された ANAS981 が搭載されているよ。兵装も、SH-60J ではマーク46魚雷と74式機関銃のみであったものが、SH-60K ではこれらに加えて97式、12式単魚雷の他に対戦爆弾や、AGM-114M ヘルファイア2空対艦ミサイルの搭載が可能となったことで、地対空、空対艦、地対戦、空対空などの様々な戦場において対応することが可能となっているな。これを知った、中国の軍事関係者は中国空軍のヘリコプターの装備を見直し、日本に対抗するように性能強化を命じたとも言われているぜ。一方、アメリカ海軍の MH-60R は機上音響信号処理装置として、新型の ANUIS-2EMSP が採用され、吊り下げ式ソナーとその V 8機から同時に収集された情報の同時処理が可能となったよ。吊り下げ式ソナーには、低周波の ANAQS-22 フラッシュが採用され、その V 発射機も新型となった上に、ANAPS-147 合成開口レーダーが新規採用され、電波探知装置 ESM には ANALQ-210 を搭載するなど、自衛隊機以上の能力を有する機体に仕上がっているんだ。これだけの情報を見ると、アメリカ海軍も海上自衛隊も、高性能な対戦哨戒ヘリコプターの運用を行うことにより、対戦水艦戦能力の高さは世界でもトップクラスの能力を秘めていることがわかるよね。ちなみに、対戦哨戒ヘリコプターの ASW において敵潜水艦を探知する方法はいくつかあり、まず一つには敵潜水艦が潜んでいると思われるポイント上空に到達した後、ホバリングをしながら吊り下げ式ソナーを下ろし、音波を発信するアクティブモードで探索する方法が一般的だね。もしソナーに反応がなかったら、別のポイントに移動して同じ作業を繰り返すのと並行して、母艦にデータを送信して敵潜水艦が潜んでいる位置を正確に割り出す作業を行うよ。また、もう一つはその V と呼ばれるコンパクトなポジティブソナーを多数投下し、敵潜水艦が発するエンジン音、スクリュー音などを探知したその V が送信したデータを分析し、敵潜水艦の艦首や位置を割り出す方法も並行して行われることがあるってわけ。これらに加えて、海上自衛隊の SH-60K に搭載された磁気探知装置 MAD が、大きな威力を発揮することが期待されているよ。具体的には、装置を機体から吊り下げた状態で飛行しながら、敵潜水艦の艦体から発する磁気を探知させるもので、これらの方法は固定翼対戦哨戒機の P3C や P1 などでも同じだね。このように、敵潜水艦を探知し位置を割り出したら攻撃を行うことになるんだけど、敵艦を確実に撃沈する場合には魚雷攻撃を実施することになるってわけ。この時、自衛隊が使用するのは日本の独自開発により開発された 1-2 式単魚雷なんだ。これは、
防衛省技術研究本部と三菱重工業者が開発し、2012年に正式採用されたものだけど、それまで使用されていた97式単魚雷の深海域対処能力に加え、沿岸海域での運用も視野に入れて開発されているんだ。深海域では、海水の塩分濃度や水温、海流、海底地形などが複雑なために、正確に目標に到達させる能力を高める必要があったみたい。そのため1、2式単魚雷では、深海域でも対応できる新型の高帯域音響振動子アレイが用いられ、さらに沈底潜水艦探知用のサイドスキャンソナーと磁気センサーが追加されたことで、誘導部の残響処理など信号処理能力を向上させることに成功したよ。このことで、日本の沿岸部や諸島部の浅瀬に潜んでいる敵潜水艦をいち早く探知することができるようになり、さらには発見時に速やかに攻撃して撃退する攻撃能力を一度に手に入れることができたってわけ。ここまでの能力を有することができれば、あとは訓練により連動を高めることが必要だね。今までの訓練だけでなく、今回の共同訓練のように、様々な技術や経験を積む機会を設けることで、連動をどんどん上げることも必要だな。特に、共同訓練を行うことはアメリカとの共同戦線を誇示することにつながるから、中国やロシア、北朝鮮に対して、日本に手を出すとアメリカが黙っていないとアピールすることにつながるぜ。まあ、実際にアメリカがそこまで日本のために戦ってくれるのかどうかは不安だが、アメリカだって日本の高性能魚雷を手に入れることができるなど、メリットは少なくないな。日本としては、独力で国土を守る能力と、アメリカと共同で作戦行動を行えるポテンシャル、この二つを周辺国に継続してアピールしていくことが必要なのだろうと思うよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。最近は一気に夏が近づいてきた感じがするよね。昼間は外にいるだけで汗ばんでくるし。まだまだ真夏日にはほど遠いけどな。今年の夏も暑くなりそうだぜ。コロナ禍でマスク着用は相変わらずだからね。感染対策ももちろんだけど、熱中症にも気をつけようね。水分補給はしっかりとやっていかないとだね。さて今回は、リチウムイオン電池搭載潜水艦について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。南シナ海での黒潮潜水艦が突如として現れたことを、みんなは知っているかな？護衛艦加賀などが、米軍との自由の航行作戦での訓練をしていた時なんだけど、今となっては後出しになってしまうんだけど、当時のチャンネルでも、潜水艦が海底に入ると言っていたよ。行った3カ国くらいに当時の防衛大臣、小野寺氏が、15年も前から南シナ海での訓練を行っていた。護衛艦加賀の海底には黒潮が任務を遂行し、南シナ海で極秘任務についていたと発言したよ。なぜ、今頃発表と考えてしまうんだけど、実は黒潮は旧型の潜水艦で、その旧型でも南シナ海まで潜航しつつ、中国海軍にも発見されずこのタイミングという場面で、発表したんじゃないかな？つまりは抑止効果ってわけだな。でも、そういう型潜水艦がもう一隻海底にはいたのではないだろうかという気もしているぜ。そういう型潜水艦の潜航深度は旧型潜水艦の黒潮よりも深いのは当然で、この潜航深度は極秘扱いになっているし、1000メートルは潜れるという人や500メートルがいっぱいという話などもあるから、詳細は不明だがな。そうだね。実際にはその潜航深度は謎のまま未だに議論が繰り広げられているけど、当チャンネルでは、800メートルと考えているよ。最新鋭の鋼竜や闘竜など、リチウムイオン電池搭載艦ともなると、深く潜れるのではと考えるんだけど、この潜航深度はそのまま変わらないだろうと思うんだ。そういう型潜水艦の次、最新鋭潜水艦では変わってくると考えるんだけどね。通常動力型潜水艦でトップ、原子力潜水艦をもしのぐ性能を取り込んでいると思うよ。静粛性は実質トップと言えるから。さて、それじゃあリチウムイオンを搭載した鋼竜の引き渡しに備え、性能をおさらいしていこうかな。日本には潜水艦が数多くあるんだけど、鋼竜の出現が今までの潜水艦の歴史を変えたんだ。鋼竜は2018年10月4日に進水式を終えたばかりだし、本当の活動はまだまだこれからだけど、日本の本気の忍者が完成したのだと言えるんじゃないかな。まさしく海底の忍者だね。ちなみに鋼竜の建造費は660億円だったそうだぜ。この鋼竜の出現とは、一体どんな意味があるのかな。高性能な潜水艦は自国よりむしろ他国への脅威となるはずだし、つまり日本の周辺国中国、韓国、ロシア他にとっては、
かなり目障りな脅威的存在だと感じることだろうね。なぜなら、日本に近づくことをしたら、空か海の両方を突破しなければならないんだし、忍者王竜なら海からの敵の接近をすぐに察知し、防衛体制を整えることができるだろうしね。自分たちの見えないところは潜む見えない敵ほど恐ろしいものはないよね。ここで、王竜に関する中国メディアが書いた記事を紹介していくよ。三菱重工神戸造船所で10月4日、新たに建造された潜水艦の命名式及び進水式が開催されました。この潜水艦の名前は王竜といって、双竜型潜水艦の11番艦です。特筆すべきは、この艦が世界で初めてリチウムイオン電池が搭載された軍用潜水艦という事実です。中国の無料で利用できるニュースアプリであるジンリー統計は19日、王竜に関連した記事を載せました。そしてリチウムイオン電池を搭載した日本の潜水艦にはメリットが多いのに、どうして中国では採用しないのかと啓発しました。これまでの双竜型は、鉛電池とスウェーデン製のスターリングエンジンを併用していたのですが、代わって新たにリチウムイオン電池を搭載することによって、水中持続力などが格段にアップしたようです。日本は近年軍事拡張の傾向があり、未だにアメリカの制限を受け、しかも平和憲法の下にありますが、軍備の面でも存在感を示しつつあります。といった内容だったんだ。また、記事は王竜が使用しているリチウムイオン電池についても説明していたよ。このリチウムイオン電池の発明に関しては日本人の吉野明氏が2019年のノーベル化学賞を受賞したことも記憶に新しいんじゃないかな。リチウムイオン電池は多くの電気自動車にも使用されている電池だね。蓄電量は普通の電池の3倍と言われているから、充電に時間を割けない潜水艦に使用するのは効率的と言えるんじゃないかな。充電のために浮上しなくて済むわけですから、潜水可能時間が長くなるはずだよね。さらに音が静かで、敵に気づかれにくいという利点もあるから、どうしてこんなに良いものを中国では採用しないのかという疑問が出てくるのも無理はないと思うよ。ジンリー・トウテアオの記事は中国で採用しない理由について、リチウムイオン電池には発火しやすいという致命的な欠点があるためと説明しているんだ。確かに、リチウムイオン電池を使用しているスマートフォンやノートパソコンに発火事故が少なくないのは事実だね。海底で活動する潜水艦上での火災は命に関わる大変な事故になるし、発火の恐れがある電池の使用はしないというのは理解できるね。とはいえ、潜水艦用リチウムイオン電池については、様々な問題予算とかのせいで、長い間採用が見送られてきたんだ。しかし、発火や爆発などのリスクについての安全性はずっと以前から確認されていたと報道されているぜ。ということは、結局中国製のリチウムイオン電池の問題であって、日本製とは違って信頼性に欠けるというのが正直なところなのかもしれないよね。中国の別のメディア開始等は10月24日、王竜については15年進んでいると言われるが、この間には致命的な欠点があるという内容の記事を掲載しているよ。リチウムイオン電池は、世界中の携帯電話や電気自動車に搭載されているんだけど、その大半は日本製と言われているんだ。今までの鉛蓄電池ではなく、リチウムイオン電池を搭載することによって、潜水艦は長期間の潜航が可能になり、メンテナンスが容易になり、音も静かで艦自体の隠密性が高まるなどの利点が多くあるんだよね。言うまでもなく、敵に発見されないことが潜水艦にとっては最重要だからな。水艦の位置を確認する方法の一つがソナーマンによる機体の音の補足なんだが、機体の音が静かであればあるほど、発見される確率が低くなるのは当然だよな。つまり、リチウムイオン電池が音を小さくしてくれるということだね。記事はこれらのメリットを認め、東方の大国イコール中国よりも、15年進んでいるという日本の専門家の言葉を引用しながら中国国内の危機感を示しているみたい。その上で、リチウムイオン電池には致命的な欠点が存在する指摘を行っているんだって。それがリチウムイオン電池は過充電状態だと発火する恐れがあるということで、万が一安全問題が起きてしまえばどんなに高性能な潜水艦だったとしても、無意味であると主張しているんだ。それに続けて、2013年1月には日本航空のボーイング787型機のバッテリーが発火するという事故が起きたことも紹介し、この問題はその後どこまで改善されたか判明していない以上、同じような事故が起こるかどうかは現段階では判別しがたいとも言っているみたい。といっても、
2013年4月には日米当局がアメリカボーイング787型機の運航再開をすでに認可しているから、787型機バッテリーの安全性は確認されたと判断していいと思うよ。どうして日本は、発火などのリスクを承知で、リチウムイオン電池を使用するのかって話だけど、この記事は、日本は原子力潜水艦を所有できないので、強まってゆく中国の軍事力に対抗するためにはリチウムイオン電池というリスクを選択するしかないのだとまで論じているんだよね。そして記事の最後には、中国の原子力潜水艦は言うまでもなく強力だが、残念ながら艦数が不足しているのが不安という雰囲気で、欧州に対する危機感を示していたみたい。潜水艦へリチウムイオン電池を搭載するのは世界でも初の試みだから、中国だけではなく、世界中から注目されるところだろうね。これほど注目を集める理由の一つには、日本製の優秀さ、つまりやはり日本のものづくりに対する徹底した真摯な意識があるからではないかな。今あるものを真似して、同じようなものを作るだけで、もっと高度なものへという発想がなければ、いつになっても追いつけないだろうし、追い越すことも夢のまた夢だと思うけど、それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今回の雑学は、戦国時代についてだよ。僕、アニメも好きけど、戦国時代も大好き。だって、昔の合戦なんかは迫力があってすごいよね。確かにね。そんな戦国時代の合戦で活躍していた馬なんだけど、どんな馬だったと思う？そりゃあ、競馬なんかでも活躍しているかっこいい馬だろ。僕も同じ意見だよ。珍しく意見があったね。でも正解は、木曽馬と言われる小さな馬しかいなかったんだ。え、なら僕が知っている馬は何？あれは西洋種の馬なんだ。しかもその西洋種の馬が来たのは、1700年代のことらしいよ。小さい馬なんてポニーみたいじゃないか。そうだね。それじゃあ今日の動画は終わりだよ。また明日も見てね。ロシアによるウクライナ侵攻が始まって早2ヶ月が経とうとする頃、戦況は泥沼の様相を見せており、ロシアが願っていた早期決着はもはや夢物語と化しているよ。ロシアは首都キーウロシア名キエフの早期陥落に失敗し、現実的な東部地域の実効支配を目指す方針に切り替えた模様だしな。4月中旬になり、東部の要衝マリウポリではロシア軍による激しい攻撃に見舞われており、多くの市民の犠牲が案じられている状況で、ウクライナ軍は製鉄所などの主要な施設で防衛線を敷いているものの、マリウポリの陥落はもはや時間の問題とも言われているからね。そんなロシア軍だが、今までの戦況は決して順調ではなく、むしろ劣勢に転じているのではないかとの見方も強まっています。実際、ウクライナに対しては西側諸国からの軍事的な支援がどんどん行われていく中で、ロシア軍の士気は低下し、名だたる指揮官を任命して挽回を図っているようだが、すでに戦費や武器弾薬の欠乏すら囁かれているぜ。中国の習近平政権とは蜜月をアピールしているプーチン大統領だけど、欠乏している武器弾薬の支援を中国に依頼したところ、柔らかく断られてしまったという話もあるようで、ロシアはまさか孤立無援ではないかとの見方も強まっているんだ。そんなロシアが、八つ当たりのごとく周辺各国に対して軍事的圧力を強めているよね。ああ、そして、その標的は我が日本にも向けられているぜ。国民として、この事実は絶対に認識しておかなければならないし、日本政府としても厳重に抗議するとともに、現実的にロシアによる日本侵攻を意識した国防対策を講じてほしいと思うのは、みんなの共通意見だよな。そうだね。さて今回は、ロシアが日本に対して行っている軍事的圧力行為の真相と、その目的などについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ロシア国防省が2020年4月1日に発表したところによると、極東管区に所属するロシア軍が、日本の北方領土である、国後島及び択捉島両島の演習場において、1000人以上が参加する軍事演習を開始したと発表したよ。実は、北方領土や千島列島において、ロシア軍が訓練を行ったのは今回が最初じゃないんだ。ロシアの政府系通信インタファクス通信が2022年3月11日に報じたところでは、ロシア国防省からの発表として、2022年3月10日にロシア軍東部軍管区が北方領土を含むクリル諸島において、
移動式の地対空ミサイル S-300 を使用した発射演習を行ったことを伝えているね。この演習では、ロシアの領空を侵犯する航空機が出現し、それを撃墜するとの設定で実施されたもので、ロシア国防省では発射されたミサイルを 100% 破壊したとしていて、防空演習の成果を強調しているよ。この時の訓練は、あくまで対空兵器の運用向上のための訓練であるとし、北方領土において直接的な訓練を行ったものではなかったとされているんだ。だが、4月に行われた訓練においては、対戦車ミサイルや自走砲などによる射撃演習やドローンなども投入されており、ましてや国後島や択捉島など北方領土を舞台にして行われたとされており、日本が主権を主張する領土内において軍事訓練を行ったことについて、日本に対する明らかな意図があるのではないかと軍事関係者は見ているぜ。訓練が行われていたと思われる2022年3月30日の18時半頃から1時間ほどの間、根室市内からは国後島方向に照明弾のような明るく強い赤い光が数回光ったとする映像がテレビニュースで報じられており、国後島方面を哨戒中の根室海上保安部の巡視船も、同じ方向に照明弾と思われる明るい光が複数回発光したのを確認しているよ。根室海上保安部の佐藤明人次長によるとロシア当局から、ロシア軍が2月下旬から射撃訓練を実施すると通報があったとされ、巡視船が警戒に当たっていたところ、実際に照明弾の明かりを確認したことを公式に認めているみたい。ロシア軍は、2022年3月25日にも北方領土を含む、クリル諸島全域で3000人以上が参加する軍事演習の実施を発表したばかりで、ウクライナ侵略に対する制裁に日本が積極的に参加していることに強く反発していることから、立て続けに訓練を行ったものと思われているぜ。日本の制裁に対する報復の意味も込められているってわけだね。堂々巡りになっちゃいそうだ。そうだね。プーチン大統領は、自国に対して制裁を加えてくる国々を非友好国と指定し、それらに対する圧力や制裁返しを繰り返しているから、特に、北方において国境を接する日本に対しては、ロシア太平洋艦隊による宗谷海峡や津軽海峡への艦隊侵入など、軍事的な圧力をアピールしていたところであり、北方領土を含む千島列島において、ミサイル発射などの軍事訓練を強行したことは、日本国内においてもセンセーショナルに取り上げられたよ。さらにロシアは非友好国との交渉を進める状況ではないとして、以前より進められていた平和条約交渉の停止を宣言しており、それに加えての今回の軍事訓練は、日本に対する示威行動の一環ではないかと見られているな。それだけに飽き足らず、この先さらに北方領土周辺での軍事活動が活発化する可能性があると懸念する声が上がっており、中には北海道侵攻の可能性を考え、現実的な行動に出るべきではないかとの声も上がっているぜ。実際、インターネット上ではロシア軍が北海道上陸を狙っているなどとして警戒するべきだ。こちらも何らかの軍事的姿勢を見せるべきだとする声が上がっているもんね。確かに、第二次世界大戦が終了した直後、日本は無条件降伏を受託したにもかかわらず、当時のソ連は北方領土を含む千島列島や当時日本領であった南樺太へ侵攻し、現在に至る実効支配を行うことになったんだ。そして、当時の指導者スターリンは、連合国側に対して北海道の占領と領土化を参戦の条件としたことは今でも知られているよ。当時のアメリカ大統領トルーマンはあっさりとそれを却下しているんだが、北海道に対する領土的野心は今のロシアにまで受け継がれていることは間違いのないことだな。それじゃあ実際に、ロシアが北海道に侵攻する可能性があるのか、少し考えてみようか。そもそも、ウクライナ侵攻の発端はベラルーシとロシアの合同軍事演習との口実で、多くのロシア軍がウクライナ国境に集結し、西側諸国はブラフだろうと見ていた事実もあるんだよね。だから、今回の北方領土周辺の軍事演習も、あわよくば北海道に侵攻するぞというロシアの具体的なアクションにつながるのではないかと危惧している人もいるんだ。とはいうものの、2022年4月時点において、ロシア軍はウクライナでの苦戦が伝えられ、その被害が膨らんだために戦力が不足しているとの見方も出ているよな。そのため、シベリアなどの極東地域からも、かなりの兵力を引き抜いてウクライナに回しているとの噂さえあり、実際に日本海など多くの装甲車両を搭載した輸送艦が移動しているところも確認されており、その噂は事実と考えてもいいかもしれないぜ。逆を言えば、北海道に侵攻することを考慮した場合、追加投入するべき戦力はウクライナ方面に釘付けになっていて全く見込めない状況とも考えられるよね。ああ、だから、数千人規模の演習を足がかりにして、北海道に侵攻する可能性はほとんどないと見てもいいだろうな。さらにネット上ではロシアに呼応して北朝鮮が参戦する可能性との書き込みも散見されるけど、北
北朝鮮に直接日本に侵攻する力があるかは疑わしいものの、威嚇行為として弾道ミサイルを撃ち込んでくる可能性はゼロとは言い切れないんだ。最近の北朝鮮は、極超音速ミサイルの発射などを繰り返し、既存の防空兵器では対応できないミサイルが仮に発射された場合、残念だけど国民の生命や財産に被害を受けてしまうことがあり得るんだよね。ロシア自身が大規模な侵攻は行わないまでも、呼応する各国がどのような行動を取るか、中国だって、尖閣諸島に同時侵攻してくる可能性はあるから、ロシア中国プラス北朝鮮プラスの出方をそれぞれに見ておかなくてはならないよ。さらに、ウクライナ侵略による戦闘が終結した後のことも考えておく必要があるぜ。その時には、アメリカと EU を中心とする、NATO 北大西洋条約機構加盟国による民主主義陣営と、ロシア中国北朝鮮などの専制主義陣営による新たな冷戦構造が出来上がっていると考えられ、日本はかつての東西ドイツのように冷戦の最前線の位置になるな。ウクライナでは失敗したが、次にどこかやりやすい国はどこだ。専制主義陣営が考えるのは、まさしく日本だろうな。そのことと踏まえて、日本の国防を論じてもらいたいもんだぜ。そうだね。ウクライナ侵攻以降、日本の国防はどうすべきか、どうあるべきかとの議論がテレビの報道番組やインターネット上で盛んに行われているけど、助けを求めるウクライナに対するアメリカのバイデン大統領の行動だけを見ると、一緒には戦わない兵器などの支援は行うから頑張れという姿勢に、疑念を持つ意見も増えているよ。日米安保条約が、本当に有効に機能するのか、そこに対する不安を感じているならば、日本独自の国防と、目に見える抑止力を発揮すること、この2つを早急に考えて実行してほしいと思うよね。うがった見方をすると、アメリカが、もはや世界の警察官としての矜持を捨て去り、自国のことのみしか考えられない状況になっているとも感じられるかも。確かにな。つまり、第二次世界大戦参戦前のアメリカ第一主義に戻ったのは明白で、今のアメリカ国民は、自国兵士の血を流してまで日本を守ることに対して否定的な態度を取ることは間違いないよな。まあ、たとえ、北海道にロシア軍が侵攻してきたとしても、アメリカが自衛隊と一緒に戦ってくれる保証はない、ウクライナの実情を見て、そのようなことを感じる日本人が少しでも多くなること、そして自分の国を自分たちで守ることの必要性を、改めて考えてもらえればいいよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。今全世界で注目されているロシアだけど、日本に対しても圧力をかけてきているよね。経済制裁に対しての報復だろうとも言われているな。まあ、今のロシアに日本に注意を向けられるほどの余裕があるのかは疑問だが。いろんな国に対して強気な発言をしているからね。現状、世界で一番孤立している国になりつつあるのかも。さて今回は、そんなロシア軍の動きを警戒してか、陸上自衛隊が北海道にも電子戦部隊を配備することについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年4月5日配信の FNN プライムオンラインで、陸上自衛隊の北海道東千歳駐屯地に、新たなネットワーク電子戦システムニュースを使用する。電子戦部隊を配備する方向で政府が検討しているとの報道があったんだけど、東千歳駐屯地には1981年から第一電子隊が配置されており、すでにニュースも配備済みなんだって。陸上自衛隊ではこれまでに東千歳駐屯地の他に、北海道では留萌、九州と沖縄においては長崎県相浦、熊本県県郡、鹿児島県奄美、沖縄県では那覇と知念の各駐屯地及び分屯地に電子戦部隊を配備しており、これらを2022年3月17日付で陸上総隊直属部隊の電子作戦隊として新編成し、部隊本部機能のみを東京と練馬区の朝霞駐屯地に置いているよ。また、これらに加えて2022年度中には新潟県の高田駐屯地、鳥取県の米子駐屯地、鹿児島県の川内駐屯地、長崎県の対馬駐屯地、そして日本で最も台湾に近い沖縄県の与那国島にある与那国駐屯地にも、2023年までにはニュースが配備される予定とされているみたい。なお、与那国駐屯地には、航空自衛隊の移動警戒隊が交代制で配置されているが、2022年からは常駐化させるとしており、中国本土方面から飛来する中国軍機などに対する緊急発進に対応するとしているぜ。この陸上自衛隊が整備を進めているネットワーク電子戦システムネットワークエレクトロニックウォーフェアシステムとは、これまでの電子戦システムの後継として防衛装備庁が開発し、三菱電機と NEC が制作している電子戦システムで、電波の収集分析を行うとともに、相手方の通信電子活動を妨害して味方の作戦遂行を有利に進めるためのシステムのことなんだ。
このニュース以前の陸上自衛隊の電子戦システムは東西冷戦時代に開発、装備されていたんだけど、ソビエト連邦の崩壊による東西冷戦終結後の世界的な軍縮傾向を受けて、配備先は東千歳駐屯地の第一電子隊のみとなっていたってわけ。2003年にアメリカ軍において、工事の情報ネットワークを用いて情報を伝達共有することにより、作戦上における意思決定を迅速化するとともに戦力の運用を効率的に行うことを目的とした。ネットワーク中心の戦いネットワークセントリックウォーフェア NCW との革新的な軍事コンセプトが立ち上がったことを受けて、防衛省内においても電子戦の重要性が高まったんだよね。その流れから NCW コンセプトに基づく CUI システムの整備と、それに伴う通信の質と量の増大と重要性に加えて、敵の通信を監視妨害する電子戦装備の重要性が認識されるようになり、電子戦システムの損耗更新、および敵が発信する電波をより効率的に妨害することを目的としてニュースの開発が2010年から始まり、試験を重ねた上で2019年から量産、配備が開始されていたよ。それまでの電子戦システムでは、電波収集と分析を担当するシステムと、敵の電波を妨害するシステムがそれぞれ個別に開発されていたものを、ニュースにおいては技術の進歩によるシステムの小型化と搭載する車両の機動力が進化したこと、開発ライフサイクルが短縮されコストが低減されたことなどにより、電波収集分析機能と妨害機能が一体化された他に、旧システムでは不可能であった車両移動中の電波収集が一部の電子戦装置を除いて可能となっているぜ。ニュースのシステム構成については、あらゆる周波数帯の電波収集及び妨害を実施するための電子戦装置があり、それぞれの電子戦装置が収集した情報の処理分析して妨害を実行する装置に指示を出す指揮統制装置に、システム同士の連結の統制を担当する電子戦統制装置などによって構成されているよ。電子戦については一般的に分けて電子攻撃、電子防護、電子戦支援の3つがあり、電子攻撃とは相手の通信機器やレーダーから発信される電波を妨害して無効化することを指し、電子防護は装備品をステルス化して探知を防ぐ、あるいは通信機器やレーダーが電子攻撃を受けた際、使用電磁波の周波数変更や、出力増加などで相手の電子攻撃を低減、無効化することであり、電子戦支援は相手の使用する電磁波に関する情報を収集することを指すよ。ニュースのそれぞれの電子装置は、3つの目的に合わせた多種多様なアンテナレドームが搭載されていて、異なる周波数の電波や発信源に対応しており、陸自衛隊における装置の名称は電子戦統制装置、電子戦装置 I 型、電子戦装置2型、電子戦装置3型、電子戦装置4型 A、電子戦装置4型 B とされ、装置ごとに車両に搭載されて移動可能となっているため有事の際の生存性が高いものとなっているんだ。電子戦について世界でも先進を行くのはロシア軍で、北方領土を含むクリール諸島千島列島においても上陸作戦への防御に加えて、太平洋艦隊の太平洋進出と戦略ミサイル原潜の活動域であるオホーツク海を聖域とするために、強力な電子戦装置を展開して要塞化していると見られているよ。ロシア軍はジョージアなどへの侵攻、あるいはシリア内戦などの他に、2014年にウクライナのクリミア半島に侵攻した際に鮮やかな電子戦とサイバー戦を展開した実績があるんだ。クリミアではロシア軍によってウクライナ軍の無線通信が妨害され、司令部と前線の連絡に携帯電話を使わざるを得なくなったウクライナ軍兵士の携帯にロシア軍がメールなどで虚偽指令を送信し、誘導された部隊を待ち伏せして集中的に攻撃を加えることでウクライナ軍に壊滅的な被害を与えたんだって。この際に使用された電子戦装置オルラン10やレール3については、北方領土に配備されていることが確認されていて、自衛隊としてはこれらについての対策を講じる必要があるとされているよ。しかしながら、電子戦に長けているとされたロシア軍が、この度のウクライナ侵略ではウクライナ軍によって逆に電子戦を仕掛けられていて、ミサイルによる軍事移設攻撃が不十分であったり、無線を傍受されて待ち伏せを食らい甚大な被害を出しているほか、召喚級の指揮官が多数戦死させられたりしているのはなんとも皮肉な話だよな。多くの軍事評論家はこのことについて、2014年のクリミア侵攻があまりにうまくいきすぎ、ウクライナ軍を甘く見ていたロシア軍の油断に他ならないと指摘した上で、ウクライナ軍においては2014年の失敗を反省、分析した上で対策を講じていたのであろうとの見解を示しているんだ。今回のウクライナ侵略においては、ロシア軍が首都キーウに迫った部隊を撤退させるなどウクライナ軍の前線が伝えられているんだけど、ウクライナ軍の内部情報部隊配置や指揮官名などは全く伝わっておらず、ウクライナ軍がロシア軍の電子戦への対応をどのようにして堅固なものにしたかについて情報収集を急ぐ必要があるんだよね。それじゃあ今回はこの辺で。
よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、水族館についてだよ。水族館って確か美味しそうな魚がいっぱいいるとこだよね。食べようとするなよ。まあ、魚がいるところは合ってるね。本題に入るけど、水族館に行くと大体サメがいるよね。でも、なんで他の魚たちがいるのに、食べないのかな？と思ったことあるかな？確かに海に行けば魚食べてるもんな。なんでだ？理由は簡単なことなんだ。食を満たすための行為だからなんだよね。お腹が減っていたらどんなに美味しそうな獲物が来ても食べないってこと？そうだね。人みたいに食事を楽しむこともなく、生きているために食べているから、お腹が空いていない限り食べないんだ。僕だったら、お腹が空いていなくてもアイスとかお菓子とか食べちゃうよ。それは君だけだろ。でも絶対食べないことはないらしく、小さい魚は食べられることもあるそうだよ。だから職員さんたちが数を見ながら、補填しているらしいんだ。結局食べるんかい。やっぱり、我慢できない時もあるんだね。そうみたい。それじゃ今日の動画は終わりだよ。また見てくれよな。またね。バイバイ。See you。またね。バイバイ。See 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 you。Thank you.